いつかの未来、どこかの島国、人類の大半が異能の力セプティマを持つ新人類セプティマホルダーへと進化を遂げた時代、セプティマを持たない旧人類マイナーズは人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命にあった。マイナーズはそのほとんどがスメラギの戦闘部隊によって駆逐されていた。ミツキチ、おお、ちなみに私は琥珀って言います。琥珀。物語は彼女との出会いから始まる。まあ、お姉さんって感じかな。ミツ、ルナホ。アキュラ。白き鋼鉄のイクスと呼ばれる謎の少年。基本攻撃は高い威力を誇るフォトンレーザー。高速のレーザーが瞬時に着弾し敵を撃破する。アキュラはダッシュ体当たりで対象物をロックオン可能。ロックオン状態で発射するフォトンレーザーは曲線を描いて敵に必中する。さらにブリッツという特殊なゲージを消費して高速飛行ブリッツダッシュが使用できる。そうだアキュラ君、ミッション前に改めて確認しとくね。ロール。アキュラが開発したバトルポットと呼ばれる支援用メカ。ビットを操りあらゆるセプティマを疑似再現する。撃破ポイントクードスが1000を突破するとノロはモードディーバと呼ばれる人型の姿に変身。さらにアキュラが倒れた際一定確率でソングオブディーバが発動、モードアウェイクニングへと変身、アキュラを蘇生させる。そしてまだ見ぬ覚醒の予兆。ブレイド。スメラギに所属する雷撃のセプティマホルダー。スメラギの命じるままにマイナーズを処分する冷酷な剣士。次々と立ちはだかる強力なセプティマを有したスメラギの抑制士たち。戦いの果てにアキュラが探し求めるバタフライエフェクト。白き鋼鉄のイクス、ジ・アウト・オブ・ガンボルト。2019年9月26日発売予定。 2D アクションの極限を見せてやる。パッケージ版にはサイバーディーバロロが歌うソング集を同梱。初回生産分には琥珀の DLC 衣装ロロとお揃いのダウンロードコードを封入。インティークリエイツ